ジョー・ケリーこと、ジョセフ・ウィリアム・ケリーは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、アナハイム出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は JK。カリフォルニア大学リバーサイド校では、クローザーを務めていた。同校在籍時の2007年には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における野球の、 アメリカ合衆国代表に選出された。セントルイスカージナルス時代2009年の MLB ドラフト3巡目でセントルイスカージナルスから指名され6月28日に契約を結んだ。プロ入り後にカーブとチェンジアップを習得し先発に転向した。同年 A-9 バタビアマックドックスでプロデビューを果たすと16試合に登板して 防御率4.752勝3敗1セーブ11、死球30奪三振、ホイップ1.45の成績を残した。2010年は A 級クワッドシティズ・リバーバンディッツに所属し、26試合に登板して、防御率4.626勝8敗1セーブホイップ1.43という成績を残した。2011年は、まず A 級パームビーチカージナルスでプレーし、 12試合中11試合に先発登板して防御率2.605勝2敗34死球62脱三振という成績を残した。その後7月に AQ スプリングフィールドカージナルスへ昇格し11試合の先発登板で防御率5.016勝4敗25死球51脱三振の成績を残した。マイナーにチームガでは 23試合に132.0イニングの登板で防御率3.681勝6敗59、死球113奪三振、ホイップ1.240という成績を記録、プロ初の2桁勝利を挙げた。2012年はトリプル A 級メンフィスレッドバーズで12試合に先発登板し、防御率2.862勝5敗を記録、この時点で パシフィックコーストリーグの防御率1位だった。6月10日にカージナルスとメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。同日のクリーブランドインディアンズ戦で先発としてメジャーデビューし5.0回を7アンダー1失点に抑えたがメジャー初勝利はならなかった。3度目の登板となった6月22日のカンザスシティロイヤルズ戦で6.0回を9アンダー3。 失点というピッチングを見せ、メジャー初勝利を挙げた。この年は24試合に、登板、16試合に先発登板し、防御率3.535勝7敗、ホイップ1.38の成績をマーク、16試合の先発登板中10試合で、QS を記録するという、見事なピッチングを見せた。ポストシーズンでは7試合に、リリーフ登板し、二度チームの勝利に貢献した。 2013年はスプリングトレーニングで結果を残せなかったためリリーフとして開幕を迎えた。7月に先発復帰後は好調になり後半戦は防御率1.929勝2敗を記録した。通年成績は37試合の登板で防御率2.691勝5敗44支球79奪三振ホイップ1.36という成績をマークした。 二年連続で出場したポストシーズンでは、計4試合に先発登板したが、勝ち星は挙げられなかった。2014年は先発ローテーションの5番手で起用され、3試合の先発登板で防御率0.591勝1敗と絶好調だった。しかし、4月17日に左ハムストリングの肉離れで15日間の故障者リスト入りした。 6月25日に60日間の故障者リストに移動し、7月11日に故障者リストから復帰した。カージナルスでは故障者リスト入り前と合わせて7試合に先発登板し、防御率4.372勝2敗、ホイップ1.46を記録した。2014年7月31日にジョンラッキー。 コーリー・リットレルとのトレードで、アレン・クレイグと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後は10試合に先発登板し、うち6試合で QS を記録、防御率4.114勝2敗という成績を残した。シーズントータルでは、17試合の先発登板で、防御率4.206勝4敗、ホイップ1.35という成績を記録、 メジャー3年目で初めてシーズン防御率が4.00を超えた。2015年はシーズン開幕前の上腕二頭筋を痛めて故障者リスト入りしたが、復帰後は先発ローテーションの5番手に入った。単調な投球が続き、防御率5.00台が続いたため、6月にトリプル A 級ポータケットレッドソックスに降格した。7月に復帰後は好調になり、 8月には、レッドソックスの投手としては1999年のペドロ・マルティネス以来となる月間6勝を挙げた。この年は、キャリアハイの25試合に先発登板し、防御率4 8 2受0 6敗、ホイップ1.44という成績を記録した。2016年も先発ローテーションに入って、シーズン開幕を迎えたが、請求難に陥って6月に、 マイナー降格した。7月25日のデトロイトタイガース戦でリリーフとして登板すると、以後リリーフに専念して防御率1.02という圧巻の成績を残した。レギュラーシーズンでは20試合中14試合にリリーフ登板し、防御率5.184勝無敗、キャリアハイの脱三振率10.8を記録した。ポストシーズンでは、アルズで3試合に登板し、 3.2イニングを無安打無視級3奪三振に抑えた。ボストンレッドソックス時代2017年はリリーフに専念し、キャリアハイの54試合に登板。4年ぶりの2.00台となる防御率2.79、自己ベストのホイップ1.19という成績をマークした。2018年4月11日のニューヨークヤンキース戦でヤンキースのタイラー・オースティンに対して、 小意識を与えたことを発端に乱闘を起こして退場処分を受け12日に MLB より6試合の出場停止と罰金の処分を受けたこの処分に対し異議申し立てをしているなお異議申し立ては試合中断に関わったとして4月26日に拒否された近親中にはフェンウェイパークの屋根なし観覧席で試合を見ていたこの年は 自己最高かつレッドソックスのチームの中で最高の73登板を達成して65.2回を投げ、防御率は4.39だった。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは第4戦の勝ち投手になった。2018年12月21日、ワールドシリーズの対戦相手だったドジャースと3年契約を結んだ。翌2019年は55試合に登板した。 ポストシーズンでは、ディビジョンシリーズの第五戦に四番手として、マウンドに上がったが、延長十回、ハウィー・ケンドリックに満塁本塁打を打たれ、敗戦投手となり、二年連続で、ドジャースにインドを渡す格好となってしまった。二千二十年七月二十八日、サイン盗み問題で、ドジャースとイコンが残るヒューストンアストロズ戦の六回裏に、登板すると、いきなり、アレックス・ブレグマンに、 頭部付近を通過する危険なボールを投げ支給を与える。その後も盗塁を警戒する場面でないにもかかわらず、ブレグマンを必要に牽制する、カルロスコレアに頭部をかすめる抜けたスライダーを投じる、などの大立ち回りの末、最後はコレアを三振に打ち取りこの回を無失点に、抑えた。ベンチに戻る際にはコレアに向かって下を出すような、ポーズを取り挑発、コレアがこれに結行し、 ドジャースベンチまで爪より両軍一触即発の状態となったが乱闘は避けられた。試合後にこの一連の行動から8試合の出場停止処分となったもののアストロズ相手とあって一連の投球をたたえるファンも多く見られた。2015年までは時速1 5 0トル台前半から半ばのツーシームが主体をなしていたが2016年に リリーフに転向すると球速が増して、時速 161km まで出るようになった。変化球としては、チェンジアップ、カーブ、スライダーがある。チェンジアップやカーブは、プロ入り後に習得した。投球スタイルとしては、ツーシーム、シンカーでゴロを量産する、グラウンドボールピッチャーだったが、リリーフ転向後は、三振を大量に奪うようになった。身体能力が高く、 60ヤード層が6.5秒、垂直飛びが95センチメートル等の記録がある。ありがとうございます。